ということで、今日はね、4連休の最終日でございます。でですね、最終日にもかかわらず今日はダンスの日なんですよ。ということで、今からダンスに向かいます。ちょっと顔焼けましたね、昨日の海で。マジですか？あんな夕方ちょっと行っただけなのに焼けるもんだね。赤くなってるし、ほっぺたが。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？暑かったです。暑かった？疲れた？2月のやつ出てきた。あ、今日ステップ中間でこうやってこうやってこうやるやつできないんだよね。でもだいぶできるようになったよ。本当？だいぶこれ使うんですか？ちゃんとこうしないとなんだよ。あ、そっか。もしもできるようになったら置いてないから。はい、こんな感じで掴みました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。帰ります。大九州店です。大九州店、うん、美味しそう。長崎カステラだって。美味しそう。あ、うちの店舗では小粒納豆で提供ご提供って。へえ、小粒か。納豆にもこだわりが出て始めたんですか？わかんない。じゃあまだ小粒かどうか。でもほら、小粒って書いてあった。あ、書いてあったの？だから、え、小粒しかない。え、それで今確認したの？確認したら納豆って書いてあるから。え、何書いてあるの？小粒、大きくなってる。小粒納豆でご提供しちゃいます。じゃあ一部店舗なんだ、ここまあ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 、人がいたの。やばい、これサイトのサバイすごくない？これ、あ、これ、ゆみちゃんいっぱい来たね。これ何？生サーモン。一個だけだっけ？ね。いいやつ。いっぱい届きました。ね、前二個だったの。一個の。いいやつになってる。うん。いいやつなの？来まして、納豆が引き割りだったのが小粒に変わってますね。はい、残念。これは大トロサーモン。大トロサーモン。ジャンボトロサーモン。おお。ジャンボトロサーモン。ママ倍トロ倍。ママの倍トロ。これ倍トロ？倍トロ。でこれが明太子です。うなぎだね。お、パパうなぎ二つ。すごい。穴子食べようかな。いただきます。これ白鉄火って言って、なんか白い鉄火巻き、九州のやつもね。初めて見た。気をつけてやってた。大丈夫？笑ってる。どうした？そうなの。あ、もう美味しかった？めっちゃ美味しい？結構粒納豆。小粒でも美味しいじゃん。もう何でも美味しいんだよね。おー、いい食べっぷりだこと。美味しい。めっちゃ笑ってるけど。どうでしたか、4連休。あっという間に終わっちゃった。土曜日学校行って温泉行った。あ、泊まった。泊まって、でも楽しかったよね。まあ、それはそれで久しぶりに。疲れたけど楽しかった。疲れたけど、なんか嫌ね。癒されに行くよりやっぱ動いちゃうね。水着とか着ちゃうと、ね、いい運動になったんじゃない？でも逆にで昨日海にも行ったしね。ね、海に行ってコロナとずっと外してた。
疲れた。白コロも今日はちょっとぐったりめだよね。あ、来た。マグロのおはぎが来ました。かわいい。あ、かわいい。え、なにこれ、超かわいい。やばくない？かわいい。みんなで頼みました、4つ。わー、すごい宴会みたいになっちゃったね。すごい量になっちゃった。じゃあ、ゆっくりね、食べたいと思います。シルバーウィーク、Gエンドです。ブロッコリーサラダ、案外これ美味しいよね。めちゃめちゃ美味しいよね、これ。スシローのこのブロッコリーサラダね、美味しい。いい笑顔ですね、今日も。今日一の笑顔、もしかして。半分に割るとどうなってんの？おお。どう？ゆみちゃん。なんか入ってる。なんか入ってる。プリプリ？たくあんだ。たくあんが入ってる。なんか微妙な顔になっちゃったけど大丈夫。苦手だった？ちょっと食感が。そっか、苦手だったっぽいです、りみちゃんは。はい、ポテト来ました。ポテトちゃん、爆発ポテト。醤油ラーメン、りみちゃんが半分食べます。りみちゃんが半分、半分じゃない、ちょっとちょっとはね、なんだっけこれ、カライチ。すごい、カラオケグランプリ金賞。でもカラオケ出てもわ。カラオケグランプリ金賞。誰カラオケとか言う人。誰ですか？しょうちゃん？しょうちゃん？しーちゃんからもらいました、これ。ね。いつももらうよね。いつももらう。安心じゃん。ダブル食い、ダブル食い。むしゃ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 って。ゆっくりゆっくりゆっくり。姉にそそのかされて、ちょっとお姉様、何ダブル食いダブル食いって言ってんの。お姉様は何、いちごパフェ。またつけてるつけてる、またこぼした。実はいっぱいこぼしてるんですよね。ねえ。どことは言いませんがね。美味しそう。すごいでしょ。わかったから。リミのだよね。あ、リミ来たよ。もう一個来たよ、リミ。お、もう一個チョコ来た。来ました。すごい。あれ、リミ取んないの？リミ取んないの？パパのチョコ。パパ取るところじゃない？ねえ、パパ取るとこじゃない？なんでパパには取れないの？ちょっとやめて。キモ。姉さんのこと。これ悲しい顔になってるよ。パパとボッキーゲームならしたくないよね。パパとボッキーゲームならしたくないよね。さすがにポッキーゲームは嫌だよ。太ったんじゃない？太った？
わかんない。体重測ってないの。測ってない。まあ明日からまたね、平日の忙しい日々がやってまいる参りますのでね。はい。でも今週水木金だからあっという間かもね。ね。そう。はい。皆様おやすみなさーい。おやすみなさーい。